皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年3月13日、13時55分。この間ですね、広取小屋駅から降りて、丸山駅の近辺を通って、解体しなければならない建物だとか、河川などの撮影、を、していました。あとは、竹やぶとかですね。で、その途中で、丸山駅で待ち構えていた、カメラを持った連中、10名以上、多数の人間によって、まず2人組の男が私に対して敬語なしで、気安く、ヘラヘラ笑いながら声をかけると。それに対して私は当然腹立つから、敬語なしで喋りますよね。で、私の撮影した内容によって、行政が動いて建物を解体とかしてるんですよ。それは私のホームページ、淡井圭介の履歴から見れます。で、そのカメラで撮影した連中が音声を集音して、で、多分、バグ入れてきてますね。その方法で。そこに法律違反名とか何かを当てはめ込んできて、私のパソコンを、エクスポート、要するに動画と動画を結合する、つなげるっていうものを、できなくしようとする。こちらのパソコンにデータを移していて、結合しようとしてたんですけども、それらの動作がね、一切できなくなりました。で、これ行政の方でね、電波で、対応してもらえますか。動画の結合ができるように。その方が、動画の数が増えすぎて手に負えなくなるんですよ。で、動画をつなぎ合わせた方が分かりやすくなる。その続きの動画はどこなんだろうっていうことになりますから。で、そこでね、僕が言った内容をその者たちは、優先して受け入れていない。判例の方が上。晴山整骨院に関しては、やばいっていう声が聞こえてきてますけども、その晴山整骨院側の連中ね、その中に多分裁判官も混ざってると思う。淡井圭介に喧嘩を売りに来た人間、夜中とか明け方とか昼間とか歩いてね。で、晴山整骨院に関しては2003年、あの建物は解体されています。で、その後もう一回、作られてるんですけども、多分お金のことしか考えない、連中とかが、作ってる。で、多分それ意図的だと思いますね。私に対する嫌がらせがしたりだとか、それによって金稼ぎがしたりだとか、そういうふうな形ですね。で、それがバレたテレビ局も、ずっと再放送状態になった。これが真実です。で、今日もともと曇りだったんですけども、天気に関しては、これだけ晴れてきている。いろいろと対応してますんで。で、これ僕は全部対応しなきゃならないっていうことじゃないですよ。基本的に悪いことする人がいなかったらいいんですから。そこで待ち伏せ行為を根本的に最初からしなかったらよかった。こういうことです。で、その者たちがストーカー行為法違反。待ち伏せ行為もストーカー行為法違反なんです。つきまとい行為。もともと僕の自宅の横とかを何かごちゃごちゃ言いながら喧嘩を売るようなことを、大きな声喋って、通ったりしてる連中なんですから。で、テレビ局も僕に対して過大な嫌がらせをしてきた。これは事実です。だから行政が動いている。で、行政といっても行政の一部の中に嫌がらせをする人間がいた。そういう勢力がある。だから自民党も何々会、何々会っていうふうに分けているのは、何々会のせいで終わらすっていうことをしたい。で、違う勢力を置いておかなかったらっていう理由が欲しかった。違う。ルール法律だから悪いことバレたんだから自民党全体が悪い。自民党が悪いからといって淡井圭介が悪いわけではない。これは答え。で、そのバグの件について、これ以上ね、僕が河川とかの撮影しに行った時、それあらかじめその日に言ってないんですよ。河川の撮影しに行くって。いついつ何日って。だからそいつらはストーカー行為をずーっとしていて、そこで待ち伏せ行為をしている。これは本当のこと。昔もその辺りにいた。で、外で大きな声で笑い声が聞こえましたけども、多分人はいる方だと思いますね。いたね。だけども、さっきの笑い声は、男性老人の声で、電波の方かもしれない。110の方が聞こえてきてる。で、首を打つ音等に関して、電波の音とかで、もしくは実際に人間入り込んでね、110号室に。空き家になってるはずなんですけども、
まあ、そのどちらか電波での、まあ、だからテレビ局のことをあれこれ言うと電波で攻撃してくる。考えただけで攻撃してくる。これは本当。だからテレビ局は悪いでいいんです。テレビ局はその負債を背負う。その関係者の人間が素直に謝罪して負けを認めること。で、淡井圭介の動画を見てる連中とかが、あとは可能性としてそういう音声を聞かせてきている。了解だとか。今さっきそういう声が聞こえてきたんですけど、これは分からない。動画を見てる人間なのか、この喋ってる内容を電波傍受して、反応してる人間なのか。で、ただ笑いながらの声で了解っていう声なので、どこからどこまで分かっていて真面目なのかっていうところを考えると、まあ真面目ではない。笑いながら言ったりしてるのに。こういうのは実際分かるから。だからその間、この間その鴨川のところから、丸山を通ってっていうその状況、だからそこのところに関してそのバグを仕掛けてきた連中で春山整骨院の解体のこともその人間たちに言ってますから、で多分それを撮影したらよかった。だからその者たちは、二度とそういうふうなところで、そういう待ち伏せ行為ができなくなる。で、腕章のことを言いました。テレビ局の人間だったら腕章をつけることで、ことがもう決まってるよって、撮影来たんだったらって。で、腕章なんか見えなかったんですよ。元テレビ局員かもしれない。で、残党が今 LINE とかあるから群れて、そういうようなグループを作って嫌がらせしに来た可能性はもちろんある。だからパターンとか仕組みを知ってる人間だったら誰かが何か僕に対して嫌がらせ、挑発行為を言えばいいと。逆ですよ。挑発行為を言った人間、その2名の負けですから。で、周りの人間はそれを制止しなかった。同一グループだと思われます。また音聞こえてきてる。電波の音。まあ、ちょっと行政の方でこのコンピューターの身勝手な仕組みっていうのをやめさせてください。電波での攻撃ね。言われるようなことをした方が悪い。それは内容を聞いて判断する。これにしてください。以上です。